セーブ、はい、回して、タルルやって、足やって、落として、後ろ。
けど、あの楽しく、あの最後の部分だけでも、あのなんかみんなで自由に踊れたのでやってと思います。久しぶりに動いたんですけど、結構ルーティンだったりサイファーやったり基礎から教えていただいたりいろんなレパートリーがあってとても楽しかったです。今日はいろんなルーティンとか技を教えてもらって、まあ、自分のできなかったことが見えてきて勉強になりました。特にスピンとかが不完全燃焼で全然できないので、自分が本番に弱いというのを頑張って練習したいです。きっかけは、あの前で、前発表会で、男子の発表会でバスケットダンスを見たときに、あのかっこいいなって思ったら、上に入りました。フリースタイルバスケを始めたきっかけは新潟の大学のサークルでパフォーマンスサークルで、フリースタイルバスケをやってる先輩がいたので、楽しそうだなと思って始めてみました。友達が最初からやってて見てなんか面白そうだなと思ってやってみました。以上です。はい、じゃあ今日フリースタイルバスケの体験会ジャムレッスン初めて1回目ですね、はい、やりました。どうでした？どうでした、結構7人とか来てくれてみんな結構いい感じにできてよかったと思います。そうですね、はい、ちびっ子から大人まで、はい、いろんな幅の人が来てくれて、で、まあ、基礎的な動きから最初やって、で、まあ、大人と子供でできる能力もそれぞれ違うからそれでルーティーンとか作ったり別々でやって、最後に発表会やって、で最後に最後の最後にサイファーですね。サイファーが一番盛り上がったね。そうですね。そう。みんなバイクファッションで来たんで。そう、そんな感じで最後まで盛り上がりながらやることができました。で第2回目ももちろん企画はしてるんで。ますね。そっかね。ぜひバスケットボールやるんで遊びにしてください。待ってます。